じゃあ12月の餌やり、うん、まあ最後だから俺はおそらく大好物であろうケーキを。じゃあ犬福風にしようかな。最後ぐらい太ってもいいだろう。お喜び食べているよ。一番好きなやつはよだれ垂らすんだろうな。うん、力の上がりいいっす。体重プラスなんだもんな。体重すげえプラスだな。今日行く場所か。まあ遊園地かな。うん、銭湯はバンダイさんですもんね。そうなんですよ。違うんだよね、我々が求めてる。そうなんですよ。また銭湯行って違う人が出てくる可能性はある。可能性はあるね。が、うん、まあ、ラストイベント遊園地ですよ。12月ですからね。ああ、もうイルミネーション。なんか次太陽の塔まであるぞ。この時期、ね、カップルでいっぱいかな。お、タミヤさん、やった。すごい、いいね。全部違う衣装で現れてくれたな、タミヤさん。今日はノコタンはいないんですね。あ、ってことは、うん、ノーファイト、戦車ファイトないのか。やっと同じ条件で戦えるのに。確かにな。問題。1946年、ジャス、ニックス、問題。麦と兵隊、わかんない。ガミ、井上康、わからん。三角、二択だったな。やばい、こっちにしないと。アメリカ海軍の軍艦の名前、へえ、硫黄島、へえ。問題。新谷薫の妻誰だっけ。知ってたの。わかんない。ちょっと遅かったな、それにしては。ポイントが稼げんね。お、遊園地行きません。へえ、マジで乗ってくれるかな。やった、いい、やった、いいですね。ああ、お、タミヤさんかわいいね。タミヤさん落とせそうだな。シャッフルナンバー、え、何、うん、早い。問題。モンテカルロ、カルロ、うん、問題。アリスミズ、くそ、月下のノクターン。あー、問題。東京サミット79年、中曽根さんぐらい。バケした。かーな、投げたらあかん、投げたらあかん、投げたらあかん。鈴木、あ、うん、知らん。問題。知らないの。知らない。いや、あの、答えをだよ。ゆとう読み。問題。エメラルド。くそ。よし。3000でね、取りたいよね、やっぱり、ね。そうだね。素早く答えたいんだけど。夜景がよく見えますよ。大丈夫ですか？え？それでも観覧車乗ってくれたんだ。確かに。そうなんですか。すみません、無理に乗せちゃって。陸上自衛隊だったら飛行機とか乗らないのかね。ごめんなさいね、こういう場所って慣れてなくて。なんでいたんすかね。いやいや、女の子らしいところを見せてもらいました。しかも犬服置いてきたんでしょ。で、ああ、去ってる、行っちゃうのかね。俺は終わりか。お、メリークリスマス。あっという間にクリスマスも近くなってきたよ。ああ、ケーキね。ケーキ、しまった。あー、やっぱり。あー、すげえ食い散らかしてる。くちゃくちゃにしてるね。うわー、これはまずい。これはチョコの時よりまずい。タイマースロ ー、 スロー、高得点チャンスじゃん。確かに。プットの過去形はプット。くそ。ええ、光電効果、ボーア。アインシュタインなんだ。光といえばアインシュタインですね。ちょっと間違えた、間違えた。あ、地名の多さ。地名なんだ。神殿。違うんだ、やばい、コンティニューだった。これはゆっくり。スティーブ・マックイーン、荒野の七人かい。問題。クランクの漫画ウィッシュ。わかんない。新宿
琥珀あーすごい。いやもう当てずっぽですけどね。ゴージャスアイリン、ゴージャス化粧、化粧あやった。はい、ずっとタイマースローで言ってくれてもいいな。おおすげえ手袋だな。ライカ君、また君か。味間違いをするなんて情けないです。よく10ヶ月前のこと覚えてるな。いや、ついうっかり。そんなに合ってないもんな、ね、このことは。ライカ君もトラ服連れてるけどな。また競争だ。競争。競争多くね？テケテケダッシュ5回ぐらいやってないか、うん、?4 回目か。なん早い、イナフクが早い。よし、なんだと。実はこれ連打だな。あの本当に擦った方が早いかもしれない。9秒12は早いね。さっきより9秒8ぐらい。ちょっと背中来てるかも。引き換えにするものが重すぎる、ね、うん、背中は怖いからな。ちゃんとしつけはしとけよな。あとお店に弁償も、うん、お小遣いか、うん、お家に帰ってきた。ホワイトクリスマス、ホワイトクリスマスはいいですね。紙服と稲服はクリスマスツリーって見たことないんだっけ。よし見せてやろう。あお、いいね、すげえな。一人暮らしでこれやれるのすごいね。え、フーディーハニーフラッシュやばい。いい坂さん、へえ。じゃあこれはわからんかった。コンバテ、はいはい、楽しさの屈辱、これね1066円。話題になってる、ゾロ目であることしか分からん。え、 MRSAM とは何、分かんない。メチシリン、へえ。日本工業新聞、日本経済新聞、へえ。産経か。いやーくそ、うん、大の、うん、うん、いや3000が取れんな。いや負けた。やばい、背中がちょっとなんかもうちょっと耐えろ。終わるんだから。もうガミ服を買い始めて1年経つのか。どんな大人になるんだろう。あ、これもう終わりかな。これで大人になるのか、起きたら。どうですかね。あ、終わっちゃった。夢のように過ぎ、あなたの犬服も大人になる時を迎えた。あなたの犬服は一体どんな大人になるのだろうか。これになったのかと思った。この人神様だった。久しぶりじゃん。わしは神様じゃん。神様、神様とか群れとかに犬って書いてあるの。ボケてしまったとしか。君たちが犬服をどのように育てたかわしはよく見ておったからな。君に似合った進化形態を選んであげよう。いや、選ばしてくれ。神服の飼い主の人。君は悪じゃの。街で一番の札付きとか言われてる。俺はバレてしまったかな。悪かったからな、神は昔は。稲服の飼い主の人。はい。君はもっと素直な心を持つのじゃ。めちゃめちゃ素直だと思う。それが幸福への片道切符じゃん。これ違うのになりそうね、でも2人ともね。何なんでしょうね。何を根拠にあの判断なんだろう。君たちの犬服の最終進化。あ、お、可愛い。俺の方が可愛いだろ。いやいや、俺の方が全然綺麗で可愛いだろ。お前のやつなんか死んでない。なんか透明じゃない。お前もう犬服じゃないよね。これのやつ犬だね。これはじゃ犬服ナンバー02アルビノ服。なるほどね。色が違うだけだじゃん。目が赤い。色素が抜けちゃったに、漂白されちゃったみたいだね。アルビノって悪いの？ね。関係なさそう。犬服ナンバー04。はい。かわいい。ポメ服ね。なるほどね。やっぱ俺もね、犬で例えるとポメって言われますから、ね、いやいやいや、なんでだよ。毛がふさふさだにょ、可愛くなったかにょ。おっさんだよもう。君たちにぴったりの犬服になったじゃろ。これからも仲良く暮らすのじゃよ。はい、まだまだたくさんの最終進化系があるから、また挑戦してみるのも良いじゃろうって待っておるぞ。これいくつぐらいあるのかね、種類ね。ね。あ、クリア、クリアだ。エンディングか。やったー。PS2 版すくすく犬服スタッフを流してじゃあ終わろう。そうですね。地味にね、クレジット残り1まで来てたからね。
意外とねすげえドキドキしてたんですけど、うん、体力マックスの減少も最小限にしてこれだから、まあ、ちょうどよかったね。そうだね、どっか一個ずらしてたらダメだったそうだ、ね、全然ダメだっただろうな、うん、なんか絵はないんですかね。ね、名前だけです、ね、すごい名前だ。あでもなんか古き良きクイズゲームって感じ。そうですね、アーケードクイズゲームだなって、うん、何も考えずにね遊んで楽しいゲームですよね、うん、やっぱあのアニメ系のね古さ、絶妙な古さじゃない。うん、エルハザード、ね、エルハザードの頃だね。名前は聞いたことあんなみたいな。まあ、これゲームオーバーみたいな、ね、まあ、最後はね、アーケードゲーム最後こうなるよね。クリアしてもいやよかった、データをセーブしますよ、しちゃってくれよ。メモリーカード刺さってんの。まあプレス3のあれでね。お、わーい、これはやってないモードですね。我々は記録されない。あ、100問クイズモードね。これもやるかいずれ。ああ、じゃあやりますか。やりましょう。犬服図鑑みてえな。ね。犬服図鑑で。犬服図鑑でさ、何匹ぐらいいるか見れそうやね。母数が見たいよね。犬服図鑑。93。これはやべえな。これは無理だな。93あるうちの2と4いけたってすごくない？そうな、あ、でも途中で変身したやつも含まれるんだ。なるほどね。これさ、これ押したら。あ、見れんだ、ね、なんか変貌の仕方が分かればまだね。ああ、条件的な、そうそうそう、まあ、太らせようとか素早さ上げようみたいな、うん、大まかなねあれはね、うん、でも数値を合わせるとか結構厳しいからね。むずい、しか全然出てこない忍び服とか結構後ろの方だったんだな。え、いないぞ。あれ、いない。忍び服とかいない、ね、メタ服とか、なんだろう、なんでデブ服と普通のやつはまあね、あれですけど ね、デブ服だけか。デブ服と普通のやつだけ。デブ服と犬服は追加されるんだな。ていうか犬服ナンバーワンじゃないんだな確かに。あ、チビ服じゃん。あ、なるほど、わかんないけど、チビ服のままいけるんだろうか。へえ、いや93匹は無理よ無理だなミニゲームギャラリー全部ミニゲームやったんかね俺ら。やったんじゃんさすがに。あ、やってるっぽいわ。あ、まあ種類は多いよね。ね、でもね、尻尾ブンブンと犬服判定は1回ずつしかやってないぞ。確かにね、個人的に一番好きなのはやっぱ犬服ファイトですかねそれはね、君は楽しかったろうねめちゃめちゃ楽しかった、うん、ストレスでしかなかったそして、あの忍び服相手ならいけるかなと思った瞬間の絶望な、うん、俺も最初に波動砲を打った時のあ、これはっていうあの感じね。初手ゴンベトビームはひどいよいや、じゃあ次のパート一回なんかボーナスパートみたいな感じでクイズ地獄、クイズ地獄やってみましょうか、うん、じゃあ最後、はい、最後このパートの締めとして好きな犬、今まで見た犬服で何が一番良かったか言ってよ。おお、ほんまね、うん、まあ、オリコ服、正直デブ服が、あ、まあ可愛いよ、可愛いんだよこれ分かる。太った動物ってさ、その健康面気にしなければ可愛いんだよね。まあまあそうだね、うん、俺はねやっぱねマロ服。ああマロックのどこが好きかっていうと大砲ですね。もうね、エボシから大砲なんかおじゃる丸も出せんわなうん、面白かったね。これ実は俺犬服の2も持ってるから。お、まあ、これは楽しみ すぐにはやんないですけど、うん、またちょっとなんか2もアーケードゲームかい。元はわかんない。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。じゃあいずれを楽しみにしましょうとりあえずあの次のパートでおまけとして、ね、クイズ地獄やってみましょうか、うん、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。